昼も夜も深夜も YouTube を通して数学の授業をしてます川端です。よろしくお願いします。今回は乗法公式を利用して工夫して計算しようということで、まあ、このような問題を解説するんですけれども、もちろんですね、筆算で解けって言われたら解けてしまうんだけども、筆算を使わずに、まあ、筆算ってぶっちゃけめんどくさいじゃないですか。この3桁かける3桁とかね、めんどくさいですよね。なので筆算をせずに乗法公式を使って解きましょうということですね。じゃあ具体的に、ね、やっていきたいと思います。括弧1番 501×499 なんですけども、この501も499も500に近い数ですね。だから500を基準にします。よって501は500足す1って考えます。499は500引く1って考えます。そしたら500を例えばね、X と置けば、括弧 X 足す1、501は X 引く1になるから、これ、X2 乗引く1という形になるよね。なので、今、X が500だから、500の2乗、X は500だね。引く1。よって、500の2乗は525に0を4つつける。1、2、3、4つ。つまり25万ですね。25万引く1。よって答えが249,999という具合になるんですね。はい。では続いて括弧2番いきましょう。198の2乗。もちろんこれもね、198×198、筆算で書いてもいいんだけど、めんどくさい。じゃあどうすればいいか。198っていうのは200に近い数ですね。なので200を基準にして、それから2を引いた数って考えます。これを2乗したものだよ。よって、A-B の2乗の形になっているので、これはもちろん A2乗-2AB 足す B の2乗になるよね。したがって200の2乗マイナス2×200×2 プラス2の2乗で4、したがって200の2乗が4万引く800足す4、よって答えが39,204という答えになるわけね。はい。続いて、括弧3番。175の2乗引く75の2乗。これは2乗引く2乗の計算。2乗引く2乗っていうのは、A2 乗引く B の2乗だったら、和と差の積、括弧 A 足す B、括弧 A 引く B という具合になったよね。なので、これを利用すると、括弧175足す75、括弧175引く75という具合になる。したがって、これを計算して、175足す75が250。175引く75が100。よって、250に0を2つつけて、25,000という答えになります。括弧4番いきます。6の2乗 ×3.14 足す8の2乗 ×3.14。両方とも 3.14 があるね。そういう場合は 3.14 でくくってしまいます。3.14 括弧の形です。まあ、分配法則の逆って考えてください。と、6の2乗足す8の2乗。3.14×6 の2乗足す3.14×8 の2乗。こう変形できるね。そうすると、6の2乗は36ですね。8の2乗は64。36と64を足して100、つまり 3.14×100 になって314と出るわけ。はい、ラスト5番。1998の2乗引く 1997×1999。 これはですね、3つの数の真ん中の数を文字で置いてください。真ん中の数を文字で置く、それを覚えてください。この場合だったら1997、1998、1999。もちろん真ん中は1998。なので、1998を X と置いてしまいます。よって、この式は、X の2乗を引く、1997は1998と比べて1小さい数。1999は1998と比べて1大きい数。なので、こういう式になります。したがって、X-1、X+1、これ展開すると X2 乗引く1、
括弧は忘れずに、よって括弧外してプラスになり、でちょうどここが消えね、x よりh は消えました、答え1になりましたということになります。分かったかな。はい、ということでね、情報公式を利用して工夫して計算しようということで、もしね、学校のね、定期試験で出る場合はですね、必ずね、工夫して計算しなさいっていう指示が出ると思います。その時に途中経過こういうふうに書けないと減点もしくはね、罰にされる可能性あるので、そこだけは気をつけてください。以上でね、解説終わります。よかったらね、チャンネル登録、高評価ね、コメント待ってます。では。